あ、楽しかったですね。はい、はい、これにてですね、ストーリーオブトゥーメンジャパンおしまいでございます。残念なんですけれどもね。ねえ、ねえ、でも今日いっぱい約束できましたよね。ゆなくんがまず夏までに腹筋を作ってくるっていう話、そして日本語を頑張るという話で、みーちょるさんもね、あのもう新しいアルバム出るからもう楽しみ、ずっと続きみたいな感じでございますね。はい、そしてですね、あのお帰りの際はですね、気をつけてあのお帰りになっていただきたいのと、あのちょっとあの、なんていうんですか、この会場の都合上でございますね、結構あの握手をしていただきまして、とっとと帰っていただきたい。面白い。明日なんですけれども、30日、新大久保からの駅から2分ですね、あっという間というところで、あと1時半からミンチョルさんのファン交流会があります。で、そちらの CD が売ってる、あの物販が売ってるところがあるんですけれども、そちらの方でまだまだ受付をされているということなので、ぜひともね、あのこの機会にもっとミンチョルさんと近くなっていこうということで、よろしいでしょうか。大丈夫でしょうかね。はい、はい、とても楽しかったです。楽しい。私、司会はナイスさんでございました。